整備業界をぶっ壊す。整備士重信です、えー。今日も相変わらず雨が降っておりますね。雨って嫌ですね。なんか梅雨時期になってるんですかね。僕はですね、雨結構ね、嫌いな分類でですね、なぜかっていうとですね、あのー、ちょっと板金に一生が出るからっていうことなんですよね。いろいろなんか、やっぱり濡れているとですね、トリもなんか乗っかってけへになっちゃうとか、あの、気泡が入っちゃったりするんでですね、もう気持ち悪い。もうそういうの嫌だ。もう雨大っ嫌い。 早く晴れた日が続いてほしいなっていう、このものですね。うん、できれば、えー、秋。秋は僕は一番好きですね。夏の暑さから抜けてて少しずつ冬に変わっていくようなね、あの、すがしい感じはもう大好きですね。えー、僕はですね、えー、完全に余談なんですけどもあ、僕ハンモックを持っておりまして、自立型のハンモック。 あ結構雑貨屋さんにね、あるやつあると思うんですけど、1万2、3000円ぐらいだったかななんか、G2 型のフレームにえハンモックをこう引っ掛けてえ、ブラブラできるやつがあるんですよね。まあ、秋口になったらもう窓全開ですね。部屋の中でえハンモックを揺らしながら、えー、本読んだりとかですね、動画を見たりとかしておるわけなんですよね。まあ、そういう生活めちゃくちゃ憧れる。<laughs> でも、でもそれ一緒で終わるんですよね。っていうか、本当に年間多分3日、 2日か3日ぐらいしかそういう日ないんですよね。本当に丸一日なんかそういう風にしていたいなっていうね、気持ちを込めて、ちょっと、えー、声にさせていただきました。あまあ、そんなこんなで、えー、パンが食べたい。パンが大好きです。パンが大好きです。パンが食べたい。えー、なんか美味しいパン屋さんあったら教えてください。お願いします。コメントにえ、ここのパン屋さんいいですよってあったら教えてください。お願いします。パン大好きなんです。 結構あの僕は、北はですね北海道からですね南の方はですね一応京都、鳥取あたりか、鳥取あたりまではあのパンを買いに行ったことがあります。あまあ、パンが完全にメインってわけじゃないですけども、行ったついで必ずパン屋さんに行くみたいな感じで。 パン屋さんに行っております。もうパン大好きです。本当に日本全国。まあ、ちょっと何店舗って言うとちょっと難しいんですけども、基本的に多分人都道府県、えー、人都道府県あたり1県は必ず行ってる感じが、当たり前か。当たり前ですけど。まあ、でもパンが好きなんです。誰かパン屋さん、美味しいパン屋さん、おすすめのパン屋さんあったら <laughs> コメントください。お願いします。まあ、そんなこんなですね。えっ、ー、と、今日はですね、なんかあの、 伝え方についてお話したいいいと思います、まあ、いきなりなんだってことなんですけど、えー、伝え方って結構難しくないですか、まあ、これ、まあ、まあ男同士だったらば意外にそういう考え方があなんか似たり寄ったりって感じだからし、えー、となんか気軽に話せるっていうこともあってなんかあ自分の思惑となんか反する答えに返ってこないっていうか,、まあ、わかりますそのままストレートにと捉えてもらえるってことがあるじゃないですか。 もう伝え方伝え方ですよ。伝え方例えばですよ。えー。何かあるかな？例えばと。これって良くないよね？あ、ごめんなさい。これって良くない？って言い方した時にえー、いい方なのか悪い方なのか何か難しく解釈捉えてしまうことってあるじゃないですか？ だからそういう純粋な一言言ごめんなさい例え方が下手くそだった今のはポンコツだったえー、っと、まあ、例えばそういうふうに一つの物事を指していたとしても相手によってそういう受け取り方が変わってしまうよねっていうことで伝わり方が難しいよねっていうことを話しておりますでここで何が非常にですね重要かっていうとですねもう一言足そうよって感じですよね いや、でも分かるんですよ。その人の、なんか性格とか、その人のキャラクターによってそういう言葉をチョイスしたっていうのもあると思うので、何か、えー、これ強制的にそうしろっていう話じゃなくて、えー、なんか、えー、重要なこと、相手にどうしても伝えたいことっていうのは、多分自分の考えてる、思っている以上に相手に伝わらないっていう可能性があるんですよ。例えば自分が産後、えー、今日はご飯を食べたいって言った場合ですよ。えー、今日ご飯を食べたいって言った時、えー、何これ どののご飯のことを言ってる朝ごはん昼ご飯夕ご飯それでまた違うご飯みたいなっていう風に捉えるってしまうわけですよ。なのでそこはプラスアルバイすね自分が、えー、例えばさっき言った今日はご飯を食べたいっていうのは。 えー、昨日ご飯食べてないんじゃないかって直解する方ももちろんいらっしゃいます。裏を取って。あ、この人昨日もしかしてご飯食べてないのかなで、今もう夕方4時ぐらいだから夕飯を食べたいってことなのかなっていうふうに考えてしまうわけですよ。なので伝え方はそこで,ですね。さらにプラス一言ですね。自分が考えてることっていうのは基本的に相手にとって不足だと思ってですね。プラス一言ですね。なので今日はご飯を食べたいの場合はですよ。えー、今日は夕飯を食べたいの方が より明確に伝わるじゃないですか、まあ、単純なんですよ単純なことなんですけどこれってすごい大切なことだなと思っておりますというかすごい身をもって感じてることだと思っておりますまあこれほ本当に男性同士とか気の,な気の合う仲間同士だったらそれで全然いいんですよもう本当にちょっと飯食いたくねで済む話なんですよ夕方4時ぐらいだったらもうなんか飯食いたくねって,って言えばまあ夕飯食べ行こうぜっていうふうにもう捉えてくれるんですけどもそんぐにフランクだったらいいんですけども これがですね、あのー、実体験から言うと、もう恥ずかしながらですね、私はですね、あ僕はですね、あのーえー、まあ元元妻、まあ元パートナーとか元彼女とかですね、話をしたときにやっぱりそういうふうに伝わらないっていうことが非常に多かったです。とても多かった。 なんか難しいんですよね。本当になんか人に伝わる言葉っていうのは、あそういう人によってその持っている意味を変えてきてしまうという、まあ、考え方が全然そもそも違いますからね。うん、これいいよねっていうのも本当に、えー、本当にグッドな方なのか、いらないっていう方なのか <laughs>、で、分かれてしまうんですよ。でもうそれも、もう譲るとか。いや、これ、いや、もうこれ譲るから。 みたいな感じで、私がいらないのか、あなたにプレゼントしたいのかっていう、その気持ちの捉え方とか、すごい難しいんですよ。えかこれ、経験ないですかこれ、僕だけですかねいや、いや、いろいろ、あの、僕の後輩も、それですごい悩んでる聞き方がいらっしゃるんで。 やっぱり一つの物事に対してもうそうだし、えー、なんかもうニュアンスでしか伝わらないような言葉っていうのも、まあ中にはあるじゃないですか。あ胸が踊るとか、なんかワクワクとか、そういうの、どう、どういう状態っていうの難しいじゃないですか、説明するの。なんかもう、えっと、心が踊る感じだよとか、<laughs> ウキウキなんだよとか、なんかこの、いや、動機が激しくなってね、血圧が上昇してなんて、そんなね、詳しく話す人いないじゃないですか。いや、こういう状態でとか。 ニュアンスっていう言葉は非常に難しいニュアンス型だったものはさらに言葉が難しくなる伝えにくくなるっていうことがねよくあるんですよいやーでもそこで僕はすごく悩みました悩んだし悩んでいる人の相談を受けたりもしておりますいやこんな僕に本当に相談してくれると本当になんかありがたいというか いや、僕でいいのみたいな感じなんですけども。まあ、そういうか、そういう風に悩んでる方もいらっしゃる。っていうか、僕もそういう風に悩んでたっていうのを知ってるから、逆に声をかけてくれたっていう方なんですけども。でも、ありがたいですよね。やっぱ自分がそういう経験者になると、やっぱ経験したことを語るっていうのは、これはなんか重要なことなんじゃないのかなと思って話しております。 やっぱりあの経験してない憶測のことを話すのっていうのは、まあ、これは天文学者とかそういう開発者とかやったらはいいですよこういうふうになったらこういうふうになっていくんじゃないのかでもそれは、えー、多多分分憶測ですよね多分ただの物事を思い浮ける感じではなくてただ思いつきを話したってわけじゃなくて憶測っていうのは今までの事実から考えられることをこういうふうに提案していくっていうのは憶測なんで。 あ考えられることですねそう過去にあった事実に対してこれがこういうふになってくるんじゃないかっていう予想ですよね憶測は,予想はただの予想なんで何の根拠もないものが予想ですただ根拠があるもの裏付けがもともとあった事象が起こったものに対して、えー、考えるものは「憶測」まあ、これ結構テストに出ます。 出ませんわかんないですけども結構あるんですよこれ予想と憶測が違うよっていうふうに言われたことがあるんで憶測っていうのはちゃんと自分の事実の事実に基づいて考えられた導き出し考え方思考なのででまあそういう憶測で喋ることができるんですよねこれはあくまでも事実に基づいた過去があったからこういうふうに考えられるっていうことです でまあ、そ,ういうそういうのもあって、一応僕が話す内容、結構いろんなところで、い,いろんなです、ね、動画で話させていただいているんですけれども、基本的に僕はです、ねえー、予想ではあまり話さないです。予想とか思いつきとかではあんまり話さないですね。基本的にあ、えー、ったとしても憶測ですね、あったとしても憶測で。基本的には自分が経験から、えー、経験に基づいたものですね、エビデンスのあるもので話させていただいております。 うん、だってエビデンスがないものを話したとしょうがないですもんね。全然何の意味にもならないしえ、そういうのが経験、自分でまたこういうふうに、周りの方がこういうふうに経験したとき、こういうふうに立ち回ればいいっていうね、なんか、えー、ステップに、えー、まあ、第二、踏み台になるようにね、考えて話させていただいております。ですよ。で、まあ、ごめんなさい。話がずれました。 えー、ここから戻す,戻すんですが、まあ、そうやってやっぱり伝えることっていうのは難しいから、えー、プラス一言二言つけないと相手に伝わりにくいよっていうことで、でまあ、あとは、えー、なるべく明快な明確な言葉を使うってことですよね。なんか、うん、なんかもうちょっと自分の頭ですね、こういうふうに言い方が分かりやすいかなっていう例え話を持ち出そうと思ったんですけども、出てこないあちょっと頭悪い。 もうこういう時自分の若さ加減をねちょっと考えますよね本当にに。ということもございまして、えー、例えば男性同士だったらなまあまあまあ結構話はスムーズにいくんですけ、ね、どやっぱ男性のは男性のに近い作りをしておりますのでね。 えー、逆にですね、まあ、異性と話す場合、これは男性側から女性に、えー、女性側から男性に、まあ、これ、両方あると思うんですけども、えー、異性と話す場合は非常に注意しなくちゃいけませんよね、基本的に、えー、ネガティブなワードはあんまり使わない方がいいと、異性に話す場合は、まあ、これは、好、え、意、ー、を持っている相手だったらなおさらですよ、ネガティブワードを使うとですね、相手は私嫌われてるという風に勘違いしてしまうんで、これは女性の場合もそうですし、男性の場合もそうです。 やっぱりなんか知んないですけどね、意識してるかしてないか分かんないですけど、別に、こ,んこの人は完全に友達だと思ってる女性だとしてもあ、あの、この人と付き合いたいとかそういうわけじゃないですよ。この人は友達だと思っているう女性、まあ異性だったとしても、やっぱりネガティブワードが出ると、んちょっと、んって思いますよね。なんかこっちグッて刺されるものがある。じゃなくて、やっぱりそこは非常になんか注意しなくちゃいけないっていうのを、えー、学んでまいりました。 しえー、本にも書いてありまし脳、えーね、量っていう、脳、えー、と脳をつないでいる、あ、違う、えー、思考とね、言葉を発する言語の中、あー橋、橋があるらしいんですよ。脳量っていう、ごめんなさい、正確に分からないですけど、ごめんなさい、適当に曖昧な言葉で言っちゃっておりますが。で、その脳量っていう太さが違うんで、考えてる、えー、考えてることから言葉にする力っていうのは、男性圧倒的に弱いらしいですね。 なので、男性結構、あの、言い任されるってことあるじゃないですか、女性に。うん。もう僕もめっちゃある。めっちゃある女性に言い任されてる。もう本当にごめんなさい、勝てません、みたいな。ねもうこれ勝ち負けだっないと思うんです。本当にごめんなさい。もう勝ち負けじゃないんだよ。勝ち負けじゃないんですよ。もう今思い出しちゃった。今思い出したん話していいですか。ごめんなさい。あの、もう子供の伝え方は難しいってとこ、以前にですね。そう、あのー、彼氏、彼女、だから夫婦。 に対して、えー、伝えたいことがございます、えー、これはですね、テストで出ます。出ません。えー、っとですね、それ何かっていうと、あのですね、喧嘩した時とか、あなんか考え方に相違がある時とか、食い違って意見が食い違ったりとかして、えー、そこでですね、えー、やらなくちゃいけないことっていうのはですね、喧嘩ではなくてですね、喧嘩っていうか、えー、ポジション取りではない。 どっちが勝つ負けるでではないんですよここもうこんだけガーガーガーやってやっぱりなんか人間の差がなのか分かんないですけどやっぱ言い合いになった時ってどうしてもこいつに勝ちたいと思うらしいんですよ人間は。分かんないこれ動物の本能なのかな動物の本能でそういう風にさせてるのか分かんないですけどどうしてこうやって争いがあるとどうしても勝ちたいっていう風に思ってしまうらしいんですよ。 だけども、カップルの方、夫婦の方、これはもう本当に間違いなんで気をつけてください。これ勝ち負けじゃないですからね。勝ち負けでそういう風になってるわけではないんです。言い負かしたいとかって思ってる時点でもうあなたの負けなんですよ。基本的に。だって勝ち負けじゃないんだから。意見なんだから。 意見を、相手の意見聞いて、ちゃんとそれを理解してあげようとする気持ちが大切なんですよ。だって長く一緒にいたいんですよ。こいつと別れたいから喧嘩してんだって言うんだったら、まあそれは勝ち負けでいいかもしれないけど、一緒にいたいんだって。ちょっと意見の食い違いがあって喧嘩になってしまったら、それは勝ち負けにこだわっちゃダメっていうか勝ち負けじゃないんだから、ちゃんと自分の言葉を相手に伝える。だから、 もうそこ、怒った時点でもう思考がね、多分、えー、単一化されてしまうんですよ。もう勝つことに集中されてしまう可能性があると。なんかないですか頭がカッとなった時、もうガー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 ガガって言って、よし、もう言い切った、勝った、これでもなんとも言わせねえ、みたいな感じの。あれあれもう昔の僕によくあった。もう、あれですね。 いや、本当に今考えると子供らしいなと思いました。すごいお子邪魔だなあんなことでよくなんであそこでが頑張って自分の弁明をしていたんだろうと、もう事実じゃなくて、もう少しずつねじ曲がってきてんだよな、みたいな。っていうことがありました。もう勝ち負けではないよっていうことで、これもう一本取れたかもしれないですね。なんか別で話した方が分かりやすかったかもしれない。 ごめんなさい、もう伝えたい、まあ相手を伝えるのは難しいよねっていう話とですね、こうやって、えっと、人とやりとりでですね、起こったものに関して、そこからは、勝ち負けではなくて、ちゃんと意見の交換なんだよっていうところですね、<laughs> あの、プラスアルファで、えー、追記して、この話を終わりたいと思います。これ会社でも使えると思うんです。なんか言い争いになった時に、 いや、もう、勝ち負けではないから、え、これ、あなたの意見はこうだからこうした方がいいですよね。僕も意見もこういうふうな時にこういうふうに思ってるから、だからこういうふうにした方がいいですよね。で、あれば、両方ともちょっと試してみて、どっちが正しかったかっていうのをちょっと優先しましょうみたいな感じの提案にできれば、もう最高、もうそういう人いたら天才。ということで。 今回はこれで以上です、えー。グッドボタンのチャンネル登録ですね、あと各 SNS のフォローもよろしくお願いいたします。えー、皆さんにとってですね、今日がいい一日でありますように祈っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。